トワードグローブ、トワードゲロベですね。スタートー、ピーバルーン取っていきましょう。ゴー、さあこのままゴールの可能性あるけどな。それやったらステージちゃうけどね。何これ。オッケーは、うぐぐちゃんちゃーん。ステージちゃうよねさ、シャンシャーンズ。ピース、サンディウォー、サンディウォースタートー。どうか、1の3でしたっけね。危ない、これは前期で釣りいいでしょう。1の3はあそこのクリボーがもう危なすぎて、もう止まるに止まられへんもんな、みんなでバトルやから。シングルプレイやったらね、よし一旦戻ろうかってなんねんけど、もう後ろ来てるからね、もう止まられへん。しかもクリボー勝手に右来るし。さあ、青い人に圧かけろ、間に合うか。チンタラチンタラ言ってる可能性あるな、これ。アイコンがね、小さくならへんから、チンタラチンタラ、ほんまや、チンやったわ。チンタラチンタラ言ってたんや。二の一、スコーリングジュネ。二の一、スコーリングジュネですね。行きましょうか。ルイージたちだよねー。ルイージたちだよねー。さあ、マリオとルイージどうだ、白でいくか。二番手浮上。さあ、あとフリオがずれるかずれないかという形ですが、どう追いかけようかな。何か抜かし要素、探していきたいと思います。さあ、短い短い、よし、抜かし要素あったけど、うわー、逆にそこで土管がそんな近くにあんのと厳しい。あいつ足速いもん。明らかにキャラコン上手いからね。過去に向かうんですが、捕まえきれるかどうか。いけ、おー、いや、差が詰まらない、その差が詰まらない。うまい、あいつ。フリオ、ずれろ、俺がずれるよな。レベル45。レベル45スタートー。さあ、先手取っていって45レベルですから少し難しそうか。しゃがみジャンプでちゃんとね、先手は取らさないようなイメージの動きでいきます。冠中から中間へ、大きなとズノは同じか、どうか。すごい逃げになった。いや、これはほんまにダメージ一つで抜かされるような盤面ではありますから怖いですよ。ふっ、パックン大丈夫、これ決めばダメージングレースです。ありがとうございます。ザッチボー、ザッチボーコイン250枚全て取ってからゴール、スタートー。始まるよー、始まらなーいっていう BGM ですからね。あ、上からいけるぞ、頭狩りで。唯一それ狙おっか。ほい、頭貸してくれ。狙わへんのかな、みんな頭狩りは。鍵取った後頭狩り狙うのありやな。後続詰ませる戦法でいこうか。オープン俺か、これいこうか。やばい、これ子に行かれたら積んじゃう。積んだ積んだ積んだ、狙ってた通りや。俺がさ、当初狙ってたやつや、これ。ありがとう。よっしゃ、これ動きのやつ。ほんなら鍵返ってくんで、鍵返ってきた、鍵返ってきた。もう素直に開けた方が良さそうやな、これ危ないわ。あー、まだ続きが結構あるパターンのやつやん。鍵取り合戦行こう。亀裂嫌やけど避けられるか、これを。ルイージよろしく。うわー、戻された、戻された。戻らんでええねん。ナイス。あ、てかゴールに直接なんか歩くね、やばい。ゴールのところに50コインが生で添えてある。コインの生添えか、いわゆる。急ごうぜ、何してんねん。ふっ、どうだ、振り置きでその実況プレイか。ふっ、あとは土管出た瞬間もあれやな、50コイン生取りゴールや、生ゴールや、生取り生ゴールやね、これは。すごい戦いになりそう。ふっ、さあ2回目振りを行く、無理、浮かない。ルイージに無限ループかけられる、やばい。これ起床した方がいいな。やばい、ルイージだ。ガルーガー、よっしゃ、カオスだ。ゴール来い、7万750コイン来い。チン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 、晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なんで朝飯。レッツレース、レッツレースですね。枠順関係なしのに見えます。スタート、オープン。どこへ、俺、俺誰やったっけ、俺ルイージかな、俺ルイージや。やばい、青い人止めろ、押し、青い人止めて、でこれ動きのやつ、いや待って、うわーこら、引き逃げ引き逃げ、現行犯、過去に向かいます。行け、さあ待て、被疑者の確保に向かうわ。引き逃げの現行犯、許さん。待てー、いけるか、ジャンピングメンバーから。さあ、止まりなさい、止まりなさい、はい、スタッティングメンバー止まりなさい、はい、止まりなさい。クーパーカーベラのゾーン1、
ウーパーカーベラン、スタートさあ、3番手の一戦から、危ない、うわーってごめんね。まあ、畑ボスが主軸になるよな、やっぱ。基本畑落として、電気出させて協力しましょう。みんなでプレイ行ったらどうや。楽しいと思うで。で、こっから、うわー危ねえ、危ねえとかと思ったら耐えた。耐えたけどどうしよう。一旦こうやっていたずらかけるか。いたずらかけといて、これ登られへんのな、ギリギリな。うわー危ない危ない、同じことしてる。同じ手口で何回もやられそうなってんねんけど。ふっ、いやーむずすぎやろ、このコース。めちゃくちゃやで、ちょっとコースが。ルイージもやり直してるやん。やり直してもね、これ意味ないの、結局。上に先行っちゃうから、シーソーが。キノコゆっくり取ってた方がいいんちゃうか。あ、ルイージもやられてんな。そうやな、結局シーソー乗れないと意味ないし。しばらく帰ってけへんやろうしな、シーソーのおっちゃんも。おっちゃん扱いしてるけど。おい、どう？あ、青いとおらんな。これしばらく待たなあかんからな。シーソーお帰りくださいよ。さあ、シーソー帰ってきましたね、チャンス。さあ、これに乗っていこう。おっしゃ、これこそずれたチャンス。スター！協力しましょうって。おっしゃ、置き去りしろ！オッケー、置き去り成功。スター、子猫が教えてくれたから。よかった。このスターで耐えて登っていけってことなんや。ありがとうな、コネキンメンバーの方。親切やったね。ゴー！貫中ありがてえ！でかすぎるんで、1の2かな、これ、シンプルに。いやー、むずい。ほんで、でも高速しばらくいけへんと思うから、猶予はあるはず。やばい！一旦待つか。ふっ、間割っていって、先抜け。キラーもかわして、ファイヤー来い。ふつ、あぶね、笑われたけど、笑われ笑われたけど、耐えたな。ほい。ほい。いいよ。五人です。アルティメットマステスト。アルティメットマステストですね。行きましょう。さあ、足し算ですね。足し算はデカクリボーですよね。ほい。急に引き算とか来たりするはずやから、気をつけよう。足し算ですね。足し算で、ファイヤーパックン。急ごう。ふっ。左。次の問題行きましょう。引き算来たな。ドッスンから引いたら何になる？あー、これか。普通にこれっぽいな。よし、行けた。あー、停止された。オープン。中間行きましょう。中間ポイント。足し算、花ちゃんと赤から引いたらいいんや。羽いらんぞ、羽いらんぞ。羽引き算やで。こっちやで。そう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 。ちゃんと引き算の問題見とかなあかんから。ゴーで、コインと氷。で、羽引いてるわ。羽足してるわ。ここや。正解。基本なら左が正解やな、コースの構造上。下層からファイヤーと引いたら普通の乗り物になるわ。ふっ。カツン！左！いけ！うわ、ちょっと減速かけてきよった。ラスト！ファイナル、ファイナル、ファイナル。なんでしょうか？パックンからキノコ引いたらちっちゃくなる。で、ファイヤーと羽は足してるな。羽は足してる。パックン引いてる。雲だ。ここだ。よし。オッケー、チャンス。しっかりと紐解いていったね。問題紐解きして。クリアー、ありがとうございます。ゴリ。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。優しいコース。優しいコーススタートかー、潜り込んでいく、いかがでしょうか。いや、全然優しくない、危ねー、やったー言うてんな。ピッピッ、よっと、まあ関係ないか。ほんで、この後がどうか。ルイージメンバーとかちょっと立ち往生するような要素があってほしいが、特に立ち往生してないもんね。キラーに食われそう。中間、オーライト、ほい、どうか、なんかやってる。うわー、バッセンか。ゲストが避けたい場面。2回目踏んでいく。さあ、3回目行きましょう。ルイージとの餅つき合戦。スーパー餅つき。安定上どうか。どうした、ドジバリ。うわー、ってことはファイヤーで倒さないとあかん、とりあえず。俺か。ゴリン。ストレス吹っ飛ばせ。ぐよぐよ。ストレス爽快コースですね。スタートー。これこのコースね、勝った試しがあんまないの。いつも負けんのな。難しいよな、このコース勝つのって。なんかいつもさっきドカン入られて負けちゃうからな。締め切りコースやばい。消したかんと、これ。
そしてアイテム取れた。アイテムさえ取れればヒットドロップが通るはず。取れ、いけー、全開ツービーム、いけー、通ったか。どこ、俺通ってなくない？みんなで入ろうよ。俺どれやろ、わからないがどうか、何も見えないが負けてそう。やっぱ爽快コース勝たれへんわ。むずいね爽快コース。ラッチ号のラスイッチ、ラッチ号ですね。任天堂スイッチのようなステージでなんかやるというコースやね。よろしくお願いします言うて、あれやな、他の人困らしてんな。早よ行けって言って、喋ってる暇あったら早よ行けって言って、機能構成が怒ってるよ。さあこれはカービィですね。カービィコース、ほんならカービィのなんかそういうコースなんかな。入っていきましょう。ルイージングメンバーずれて、次がスプラトーンやね。スプラトゥーン、ほんまやイカや。スプラトゥーンに変わっていますコースが。でこのまま行くと氷とかね、いろんなステージでイカいことやな。はい、なにこれ、バス線、あ、さっき持ってる人おったわ。オープン。で次がゼル、ゼルパン行きましょうか。ゼルパ、ゼルパの生切りで、ほい、いやー多いと結構来てるね、熱かけろんで。はい、ゼルパやで、ゼルパ、はい、生切っていく、生切り、さらにヒップドロップありますからね。ほんなら次が生バイリー、おっと隠しゴール。ご視聴ありがとうございましたと言いたいよねさ、デレレレー。